クおかしい。え、ツイキャスマイクおかしいの。これおかしい。もともとどれやったっけ。変わらん。なんかええじゃん。にゃんぱり、にゃんぱりよりかええじゃん。にゃんぱり、にゃんぱり。マジで今日やりすぎやろ。誰も来ない。普通普通普通こんだけやって普通マジで受ける。鬼やな自分。これ読み上げ受けへんねんけど、なんなんもう読み上げよ。あ、これ切れてるわ。ツイキャスはコラボいけねえやったっけ。フワッチのコラボとかクソやろ。これコラボ、あ、変えられへん。今さら変えられへん。今さら変えられへん。そんな飛躍前にはならん。そういうのはね、飛躍前にはない。おりんご飲もう。今日はおりんご飲んでいい日は絶対今日飲んでいい日やなかったらいつ飲んでいい日が来るね。今日飲んでいい日がええじゃなかったらいつ飲んでいい日が来るね。面白いコメントを打ったらいいの。君らは面白いコメントを打ってくれたらいいの。飲みなさい。ボケてかぶしてこない。俺どちらかというと俺ちゃんがボケたいのに、君たちがボケてかましてきたから俺ちゃんツッコミばっかりになるよいつも。前も注意したと思う。返しがもう意味が、もうそもそものコメントの意味が分からへんから返されへんねん。こんなんこうどう返したいの。マジで返し方に正解はないやろうけど、ね、返されへんよ。今日はでも頑張ったね。今日じゃ頑張った方じゃないマジで。しかも今日配信で使ったお金って100円だけやで。めっちゃ安上がりやん今日の配信。
今日の配信めっちゃ安上がり、100円ですんだって。ソフトクリーム200円かな思ったら100円ですけどね。マジで100円と思って。やったーと。まずそこのレジでな、あのソフトクリーム頼んだら、もうみんな見ててんけど、マジで。みんなこっち見ててんけども。あんなん頼んだら、あの、ああやって逃げるのが一番賢いね。恥ずかしがってるのをアピールしたら、あ、この人こんなことしてるけど恥ずかしいんやなと思わせたら安心感が生まれるやろ。おじちゃん賢いやろ。で、おじちゃんも恥ずかしいんやでって思わしつつ、ね、後ろ向いてやってたら、パッとすぐやってくれるから、ね、ありがとう、じゃあ、はい。でも聞こえてた、あれ、あの、ちゃんと、あの、ヒルナンデス見ましたって言った、言ってんけど、見てませんって言われてんけど。やっぱ俺ちゃんがヒルナンデス見ましたって言ったら大体見てませんって答えられるのあれなんでな。なんで俺ちゃんがヒルナンデス見ました、ヒルナンデス見ました、だから割引なんかあるんすかっていう意味やのに、ヒルナンデス見ましたって言ったらマクドのお姉ちゃんが見てません、お前の私生活なんかどうでもええわ、お前のことなんかどうでもええわ、お前のことなんかどうでもええわ。青リンゴこれでもう8本しか残ってない。今年のお歳暮、お歳暮ちゃうわ、お中元何が届くんやろう。青リンゴ、青リンゴ、この青リンゴ冷蔵庫で冷えてる青リンゴじゃなくって箱から直接取りました。だから嫁数がわからない KP、仕事の後の一杯は格別やな、仕事の後の一杯は格別やな、仕事の後の一杯は格別やね。何がどういうこと、なんなん、このガランパンツって別にあなたと思ってる時にこのパンツなんか履いたことないわ。相変わらずってどういうこと、なんと定期的に嫁が買い足してますけどパンツ。最近嫁ちゃんも配信に協力してくれるようになって、ヨメティで出演してくれるの知ってた、ヨメティで出演してくれるの。こっちまで買ってきてよかった。当たり目買うてきて、セマちゃん当たり目買うてきて、セマちゃん当たり目買うてきて、コラボとかしたらクソやから、クソサーバーや。
しゃべりなさいよ君が。あの見てる人ちょっとコメントコメントカモンコメント止まってるよコメントコメント止まってるよ。配信者にお掃除で積み込みに行くおじさん209068。いやー疲れた今日は。今日は頑張ったのよ。もしもし。誰がこっちの電話にかけてきなさいって言ったの。ハウってるハウってる。そっち切って。してくれへんからや。神戸だって。めっちゃテンション普通や。飯おごってや飯。マサオから巻き上げてる養育費で飯おごってや。いやごめんな。マサオから養育費もらってないか。なんでもらってないの。いいやろ別に。なんだそれ、いいやろ別にってそこは素なんや。いや何も面白い話ないから。何も面白い話ないからって、じゃあぶっこんでこなくていいよ別に。そのこと暴露しなくていいと思うけどネット上で。え、家はまだあの変なん。違うの、笑ってんの、寄ってんのか。いや寄ってないよ。寄ってないのにこのテンション。え、寄ってないのにこのテンション。いつものことやろ、むしろ普通の方がやばいやろ。普通のテンションあんま知らない。あ、そうですか。うん、あの電話したもののな、何喋ったらいいんかわからへんねんな、これが。でしょ、だからコラボしたってそうなるでしょ。そんなコメント一個もないですけど。いや誰もそんなコメントないですけど。いやしゅんちゃんとか言う人もなんかコラボ言う人も。みんな当たりたいよ。みんなって誰や。みんなって誰や。みんなあなたと喋りたいよ。みんなって誰や。みんなここにいる全員みんなあなたと喋りたい。じゃあだからあのワッフ来てくれたり。でも意味が分かんない。いやそれよりな、コージン、あの貧乏なってから面白なったやん。どういう意味やん。貧乏なってからじゃない、君らが色眼鏡で金持ってる金持ってるっていう目で見てたから面白くなかっただけで、別にあの時から金あったわけちゃうやん。いやレクサス乗り回してた時はクソつまんなかったやん。うるさいわ。レクサス乗ってた方がこんなんやのにレクサス乗ってんねんなっていう夢を与えてたでしょ。え？待って。え、また買うで。またあの、また買うで。え？それぐらい。え？チャージ化するんだってから閲覧増えた。マジで。じゃあ買わんとくわレクサス。なんで？いや。こうや事故車のレクサスよ。いやいや。なくてこのテンション。マサオ大変やったやろな、マジで。いや
それよりな、拡張マーク久々に使ってや、みたい、あれ。あるとは、あるのはあるで、どっかに。どっかに行くか。見るのかよ。なんでわざわざマグカップを見せなあかんの、この枠で。どういうこと？見てこれ。そうよ、このここにいる人たち知らんよ、多分パクチョウマグの存在を。うん、住民税なんてとっくの昔に払いましたけど。懐かしい。何年前の話ですかこれ。そうそう、レクサス乗る前それ。見てこれ。走ね。2017年3月って書いてるこれ、恐ろしい。2017年3月、もう2年半ぐらい前。2年半前か。そんなのあるのか。この頃おっぱいなかったのって。おっぱい？何のおっぱい？君じゃない、わしや、俺ちゃんのおっぱい。この頃おっぱいないのに、おっぱいでかなった。俺ちゃん見てほら、おっぱい違うで。おっぱいが一丁前にわしより大きいやろ。おっぱい、癖やろ。癖が強いカップ。癖が強いカップやろこれ。前バンやで。あ、バンなる。ほんまや、バンなるわ。ツイキャスバンなるわ。あかんあかん、やべやべ、ツイキャスバンなるやつ。なんのここにいる人たち聞いて。こうやって差し入れしたのな、リスナー。私が初めてやから。それは配信したてやから、それは初めてやろう。いや、あの、リアポツしたの何気に私が初めてのはずやねんて。いや、残念ながらその前に島次郎君と会うてるやん。ああ、島ちゃんと会ってめちゃくちゃなんか拒否られたんやろ。めちゃめちゃドン引きされてたやつやんか、島ちゃん。そうそうそう。めっちゃ普通の青年で。ここで終わりかよ。この中途半端で落ちんの。いや、いいけど。褒めませんけど。はい、はい。切られた。見て、このガチャガチャにかき回すだけかき回して、消えていくこの人。怖くない？恐ろしいでしょ。かき回すだけかき回して、じゃあの、収集つけへんようにして、じゃあのって言われる、後の残される俺ちゃんの身にもなれよって。マイメロちゃん、うまい表現するな。うまい。ドカーン、バカーン、ドカーンってそのままほったらかしやがる。いつもほっちらかしてどっか行って。むちゃくちゃしようで。もしもし、
何これ今日の枠これちょっと待ってくれじゃん。はい、なんてバレてるで、なんやねん分かれ当たり目買うてきてや、当たり目。当たり屋？当たり屋じゃねえよ、当たり目買うてきてや。当たり屋に当たったやん。毎回当たり屋みたいなやつに当たってるけど、当たり目買うてきてや。そうだ、なんなんどいつもこいつも、ガチャガチャにして、ガチャガチャにするだけガチャガチャにして、もうこうなったらチンピラやで、これなんでビッチとか言う。今はウコさんやってる、普通に奥さんもやってるやろ、普通の奥さんもやってはるやろ。君らおかしい君らおかしい、ちゃんロゴ作ってよ。まやめるちゃん、おりちゃんのロゴ作ってよ。なんかええやつ、かっちょええやつ、かっちょええやつか、かわいいやつ。あ、これパクった今。このピエロだってすごくない？これオリジナルでしょ。だってこのピエロ、こんなピエロだってジャグラーにないもんね。これオリジナルやろ完全に。マサヌキのプリティスバーガーって書いてあったやな。このピエロ、オリジナルピエロ可愛すぎるやろ。でもこっちになって、こっちになって絵がなくなってるのはちょっと寂しいな、今思えば。写真ばっかりになってる。毎回でも花火投げろよって言ってんの、おじちゃん。花火投げろよバカども、花火投げろよバカどもって書いてあるし、こっち早く大花火よこせこの野郎って書いてるし、アルバムメイン。毎回言うてた。でも残念ながらね、残念ながらね、君たちは悔しいかもしれないけどね、おりちゃんね、もうすでにふわっちで、あんま言うたら相手も飛ばなくなるから痛くないけど、今現在累計獲得ふわっちポイント149,460ポイント。あと540ポイントで15万ポイント。すごくない？いつの間にかフワッチ15万円稼いでるで、割れちゃう。やばない？ねえ。あやちょくん入れてくれたの？儲かってるとかやらしい言い方しないで。人気リスナーのメールどういう意味？人気リスナーってどういう意味？君たちは支援力がないからね、セレブな方々にね、支援してもらってんでしょうよ。あなた最近何の救援物資も送ってけえへんなってやな。このマグカップ以来何も送ってけえへんなったしやな。飯ぐらいおごりに来なさいよ、飯ぐらい。ね、まだあれステップワゴン乗ってんの？どっちなの？次役コラボ延長するよね。どういう、どっちなん？別に延長でもいいけど。コインなくなるまでって、これコイン足りてんの？足りてるわ、いつの間にか。いつの間に君らコイン投げてたの？
いつの間にか炎上できるようになってるやん。いつの間にか炎上できるようになってるやん。アシカの雪が始まったぞ。配信始まるぞ、アシカの雪。どういう意味？コラボにして炎上する。そんなんできないでしょ。コラボに帰れないから。枠一回切らないと帰れない。コラボしたって君だとコメントできないんでしょ、ね、コメントできない、喋れないんでしょ君だって、ね。わーわー、終わるのこれ。どっちやったでしょ、ユニコーンやったでしょ、散々やったでしょ。さっきやったでしょ、さっきやったからベタベタになったから今風呂待ちなんでしょ、そう、お風呂入りたいんだけど。お風呂入りたいんだけど。今日火薬の配信やってないよね、今日ね、まだ。火薬配信してないよね。火薬の配信で言いたいこといっぱいある。君らがコイン投げたから延長したやんか。延長してるやん、これ勝手に。30分なっとるやん。君らが投げるから延長なるんやろ。なんでクソ延長ってやん。なんでクソやん。おかしいやん。君らが投げたんでしょうがよ。君らが。可愛い人気者配信者目指してね、君たちも。おじちゃんはもともと、まあ、有利やわな、可愛いから。おじちゃんは可愛いからな、しゃあないよ。すぐ人気者やからな。君らはまあ、頑張ってな、いろんなことやらんと来てくれへんけど、おじちゃんは枠を開けるだけでね、おじちゃんが可愛いからね、いろんな人が来てくれるんですよ。わかります？おじちゃんが可愛い人が、可愛いから。システムよう分かってない。ぶっちゃけツイキャスレベル21になるまで、テマちゃんとね、あのプライベートスカイプみたいな配信しかしてなかったから、ツイキャスってどういうシステムか分かってないねんけど、まだ。コメントすんの。閲覧減ってるよ。閲覧減ってる。閲覧減ってるからもう。これはあれやな。青リンゴすぐ飲んでまうな。ここは腰の発明に切り替えようか。これガバガバ飲んでまうやろ。テマちゃんがコメント一生懸命打ってくれて、おりちゃんがそれをなんか適当に、ああ、ああ、誰も見てないんだもん。誰も見てないのにテマちゃんコメントを気使って打ってくれて、それをおりちゃんが、ああ、ああって返すだけな、こう、延々と二人でやり続けて、それだけでレベル21まで持ってきた。どれだけ一緒にいたんだよ。
どれだけ 何千時間一緒に断然何万本一緒にいたと思って、それレベル20まで来たのよ。すごくないマジで。これ 今となってはね、こうやって閲覧が多少5人とか10人とか見てくれてたらね、それだけでパパパパパーンって上がっていくけど、今となってはね、今となってはみんなが来てくれるからね、パン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 レベル上がっていくけど、これあんま次すぎたらわからんな。これマグカップで飲んだらやばいな。これマグカップで飲んだらやばいわ。これ量がわからんな。おちょこにせなあかんわ。そんなもんね。離婚の話マジバナ、それ追求していいの？笑い事じゃないけど、それ追求していいの？分からんねんけど、状況が分からんから、聞いていいもんなのか聞いたあかんもんなのかも分からん。聞かん方がええの？それは本人に聞くんじゃなくて、マグで飲んだらマグは溶けるやろ、氷が。これ溶けにくい、冷めにくいマグカップ、これ間に隙間になんか入ってて溶けにくいのよ。これただのマグカップやったらすぐ溶けるでしょ。これ汗もかくし、これ汗かかないマグカップだと、これすごくない？ここの間に汗かいてるから汗かかない、外側ほとんど全ゼロとは言わんけど、いや、おもろいんかなと思って。いや、それ どうせおもろいかなと思って、ね、ネタじゃないの？え、マジなの？どこまでが、君らどこまでが、お前どこが ネタか分からんねん、マジで。ペヤングチャレンジ、マジでしてほしいの？すんの？え、マジで言うて、買ってくる？じゃあ。え、ギガマックスやろ、だって。アイスしただ。そういえばさっきの番号もなんか知らん番号やったけど、さっきの番号も知らん番号やったけど、前からこの番号何も登録されてない番号やったけど、いけってどういうこと？これ、何？これはギガマックス買ってくる流れ、これギガマックスを買ってくる流れなの？マクドナルドやった証拠あるやろ、こう。あ、変えてない。どういう意味？え、超大盛りペヤングかける10ってどういうこと？かける10ってどういうこと？え、どこでやってんの、やっちょくん。やっちょくん、どこでやってんの？これか。これ10個食うてんの？これこの10個食えるわけないやん。あ、激辛のなかったから普通のやつギガマックスを10個食うてるってことか。これ絶対食えるわけないやん。この1個でもやばいよ。これギガマックス自分ら食うたことないやろ。火薬、蓋開けて火薬入れただけやけど、こんなもん食えるわけないやん。 100% 食えられへんわんの。言うといてあげるわ。1個食うのも大変やで、ギガマックス。自分ら食べたことないから知らん、ないから知らんと思うけど、1個食べんのも大変やで、ギガマックス。買うてくんの？マジで言うてる。いくらすんの、あれ。もうお金ないんだけど。そやろ、食べられへんで、あんな。え、まあ、いくらすんの、ギガマックス。
じゃあ、激辛の方が良くない？それやったら。ちょっと待って。ギガマックス、ペヤング。480円か。500円やったら買えちゃうのね。コンビニ行くわ。じゃあコンビニ行ってくるわ。もう行ってきたらいいんでしょ。行ってきたら待っときなさい。お金ないんだから。ちょ、花火ちょうだい。あ、ちゃうわ、これツイキャスやから花火持ったってあかん。ちょ、ふわっちの方に花火ちょうだい。あ、じゃあこれ買ってくるから。え、ちょ待って、チェーンコインアホみたいに投げてるから延長しまくるんじゃん。ツイキャスこれやばくない？え、ふわっちもつけようかな。ふわっちもつけてふわっちで焼きそば代ちょうだい。ふわっちで焼きそば代もろたら買いに行く。ふわっちでペヤング代ちょうだい。誰か、てまちゃん、ふわっちでペヤング代ちょうだい。花火1個で買えるんでしょ。これ。ペヤング代ちょうだい。今からフワッチ開けるから、フワッチの方にペヤング代ちょうだい。いい、だからもう一回言ってるやん。ペヤング代ちょうだいって。450円ちょうだい。お金いるから。ペヤング代ください。フワッチつけたからペヤング代をください。ペヤング代をください、ね、当たり目も欲しいな。ローソン100にペヤングなんか売ってないでしょ。ファミマの当たり目っていくらすんやろな。100円で売ってる。君ら食べ物で遊びすぎやで、マジで。食べ物で遊んだあかん。ちゃんとしれ。食べ物で遊んだらいけんよ。ちゃんとしれ。食べ物で遊ぶのはいけんよ。ちゃんとしれ。ペヤング代ください、ペヤング代。ほら、誰もくれないでしょ。誰もくれないでしょ。買えないわ。で、君ら買え言うけど絶対くれへんやん、ね、君らやれ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 言うけどね、じゃあペヤングでちょうだいって言ったらくれへんやんか。なんか買われへんペヤング代。え？いや、だからさっきのユニコーンとかね、マナティとか、マナティでマクド行くとか、あの、胸キュンに凸とか、いっぱいしたやん。それのリターンまだないのに、そっから次にあれやれあれ、これやれあれやれ、これやれやんか。その前に、ね、頑張ったねって、今日頑張ってるからって言って、ね、くれる人がいてるわけじゃないですか。それに君たち乗っかってるだけやで。何がネタ提供なんよ。じゃあもう610円しかないねんって。お金ないねん、お金。ペヤングと渡り目買える、これで。
帰るの？ありがとう。じゃこれで帰る？いや帰るんやったらまあまあ買ってくるけどやな。買ってきますよ。買ってくりゃいいんでしょ。買ってくりゃ。買ってくりゃいいんでしょ。何買っていくの？ギガマックス、激辛ギガマックス、どっち？ペヤング激辛焼きそば超超超大盛りギガマックス2136キロカロリーなのか、それとも普通のギガマックス、ペヤングソース焼きそば超超超大盛りギガマックス2142キロカロリーなのか、どっち？2142か2136。やっぱくさいと激辛で来るやろ。その時で激辛で来るやろ。もう目に見えてる、もうさ、分かりきってやん、激辛って。ちょうどなんで閲覧減ってんの？激辛に1ミリ、もうなんで1ミリも入れんの？おかしいやろ。じゃあ、フワッチとツイキャス足しても閲覧少なすぎるやろ、これ。なんでみんな落ちてもたん？どこ行った？どこ行ったんや？どこ行ったんや？誰もおれへんや。もう、やらんでいいってこと、これ。閲覧ないねんけど。閲覧ないとか無理やで。やり逃げかよ。やり逃げかよ。君らやり逃げですか？コメントするだけして買ってこい言って終わりか、逃げるのか。君らそうやって逃げるのか。やれ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 言うだけ言うて。ツイキャス誰もおれへんなった。ツイキャス誰もおれへんなったって。ちょ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 、おかしい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 。ツイキャス誰もおれへんねん。ツイキャス誰もおれへんねん。え、何のために来いんですか？キャス27人来てたの。でもゼロよ、今週。で、フワッチの分母だけ7になってるけど、こっちも2しかいない。おかしくない？みんなどこ、え、どうしたんこれ、なんなん、重たいの。ペヤングいかんでいいのこれ。ペヤングいらんってこと？あ、みんなあれか、俺ちゃんの体のこと気遣ってくれて、ね。ペヤングなんか行かんでいいよ。だから俺ちゃん、私見るのをやめるわ。それそんな辛い配信見れないわっていう、そういうことやな。なんでみんなコメントするだけして掘って逃げるん？いや、アンケしたって2人しかおれへん。アンケって2人しかおれへん。寝るでもう、ねえ、寝るで。激辛ギガマックス食べてほしくないの？
イクではないけど、やっぱ写真の顔って怖いよね、女の子って。めっちゃ可愛く見えんのに、っていう言い方をしたら、あ、怒られるな。写真はめっちゃ可愛いのに、あ、違う、なんて言ったらいいのかな。やってるやつおるやん、ギガマックス、ニコック腕とか。そんなん、ギガマックス、ニコックやつとかおったら、もう、それ以上のことなんかできへん。ギガマックス10個ってやってる時点でこれ以上のことできへん。おかしいやろそれ、完全におかしいやろ。数の問題じゃないでしょ。というか10個もまだ開けてもないでしょ、これ。開けてもないというか作ってもないでしょ。まだ袋開けたところや。捨ててるで。捨ててるで。いや、おいちゃんの場合捨てるの持ってないから食べてまうわ。羨ましいね。捨てれるのが羨ましいね。770人見てて、むしろ野鳥くんこれ1個くれへんかな。野鳥くん1個ちょうだい。それは、いや野鳥くんそれ1個おちゃんちょうだい。いや野鳥くんそれ1個おちゃんにくれへんかな。欲しいよね、マジ欲しいんだけど。ヤチョくん、その捨てるペヤングおえちゃんに1個ちょうだい。ヤチョくん1個ください。ここに1個ください。
もったいないなぁ。一つちょうだい。やっちくん一個ちょうだい、おっちゃんに。最初の 4つぐらいはあの袋に保管してたよ。これじゃあアイテムくれないといかないよ。アイテムくれないといかないよ。寝ちゃうよ。花火くれ。ペヤング台くれないと寝ちゃうよ。花火飛ばないと寝ちゃうよ。